こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書ダイヤモンドと希望のあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。今回のタイトルを聞いて、ダイヤモンドと希望、この2つにどういう関係があるの？みんなそう思ったかもしれません。この2つはどちらも人間にとって大事なものを指しているんだね。つまりこの最初のダイヤモンドっていうのは、人間の内にある、人間の中にある大切なもの、人間を人間たらしめているもの、動物とは違う存在にしているもの。つまり本物のダイヤモンドって言ったら美しくて硬いよね。それと同じようなものが人間の内にあるんだよ。人間の内側にも硬くて破壊できないもの、そして美しいもの、高貴なものが一人一人の中にあるんだよ。そういったものをね、今回の文章ではダイヤモンドとして例えているんです。つまりこのダイヤモンドっていうのは比喩だね。そしてもう一つの希望、これはわかるよね。こちらも人間が生きていくためには必要なものだよね。ではこの人間が持っているダイヤモンドと希望の間にはどういった関係があるのか、なぜそれらは人間にとって必要なもの、大切なものなのか、それを今回の授業で解説していきたいと思います。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後にこの文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中から他の文章の解説動画を見ることもできます。国語の解説動画はたくさん揃っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずね、今回の文章では希望から説明されています。ギリシャ神話の中では希望っていうものはこういう風に描かれていた。みんなパンドラの箱、こういったお話聞いたことがあるかな。これはギリシャ神話の中の話なんだけど、この中で希望っていうものがどういうものなのか、それが言い表されていたんだね。まずこのパンドラっていうのはギリシャ神話の中で人類最初の女性、こういう風にして紹介されています。でね、このパンドラは決して開けてはいけない箱を持っていたの。でもね、ある時パンドラはその箱を開けてしまった。するとその箱の中から出てきたものは、災いとか疫病とか悲しみとか、いろいろな不幸の元っていうのがその箱の中からブワーッと出てきたんだね。そしてそれが世の中に広まってしまった。それ以来人間はそういったものに苦しめられているんだね。現在の世界の中でもこういった不幸の元って言ったら断たれていないからね。だからね、パンドラは自分がやったことっていうのを後悔したの。嘆き悲しんだんだね。ところがね、その箱の底の方から小さな声が聞こえてきたんだね。だからね、パンドラはその声に向かってこう聞いた。あなたは誰？こういうふうに聞いたの。すると声は答えた。私は希望。こういうふうに答えたんだね。つまりね、このお話が意味しているものは、ギリシャ神話が意味しているものは、世界には確かにいろんな不幸が、様々な不幸があるけれども、最後にはちゃんと希望が残っているんですよ。この箱の最後に希望が残っているように、こういうことを意味しているんだね。だからね、みんなは今この世の中でこういうふうに考えることができる。どんなに苦しいことがあっても、辛いことがあったとしても、希望は最後に残っている。飛び去っていくことなく、ずっと待ち続けている。こういうふうに今の世の中を考えることができるんだね。みんな、この考え方どう思う？確かにね、世の中いろんな辛いことがあるけど、その先にもし希望がないんだとしたら、人間生きていくことができないよね。やっぱり希望の存在、希望が残っているっていうことは、人間にとってすごく大切なこと、大事なことだよね。つまりね、このギリシャ神話、パンドラの箱っていうのは、一つの真実を述べている、こういうふうに見ることもできるんだね。そしてこのパンドラの箱の話で連想するものはカントの言葉なんだよ。こういうふうに作者は言っています。カントっていうのは18世紀のドイツの哲学者、今から200年300年ぐらい前の哲学者だね。そのカントが人間についてこういうふうなことを言っているの。人間の中には誰によっても破壊することができないダイヤモンドのようなものが埋まっているんですよって。で、このダイヤモンドっていうのは例えだったよね。比喩だった。ダイヤモンドっていうのは硬くて美しくて高貴なもの、価値が高いものだよね。
そういったものが人間の中にも埋まっているんですよって。一人一人の人間の中にダイヤモンドという宝石が埋まっているんですよ。こういうふうにカントは言っているんだね。でね、この人間の中に埋まっているダイヤモンドっていうのが人間を人間たらしめているもの、人間の尊厳なんだね。でね、この人間が持つダイヤモンドっていうのをどういうふうに扱うかによって、その行動っていうのがいいか悪いか、これを区別できるんですよって。これを難しい言葉で倫理、こういうふうに言うんだね。この倫理っていうのは善悪の基準のこと。それはこの人間が持っているダイヤモンドをどういうふうに扱うかによって、この行いはいいこと、この行いは悪いこと、こういうふうに決めることができるんですよって。みんなこれ聞いてちょっとびっくりしない？みんなの毎日の行動、いろいろな行動があると思うけど、それがなんでいいのか、なんで悪いのか、その基準についてはっきり言える人、これってあんまりいないんじゃないかな。みんながこれがいいって言ってるからいいんじゃないかな。みんながこれが悪いって言ってるから悪いんじゃないかな。そんな風なイメージを持ってる人、これが多いと思います。でもこの哲学者のカントはそこに基準を設けたわけ。人間の行いの中でいいことと悪いことっていうのは、人間一人一人が持つダイヤモンドをどういうふうに扱ってるかってことによって決めることができるんですよ。こういうふうに言ったんだね。じゃあそれは一体どういうことなのか、実際に見ていってみましょう。カントはね、先ほど人間一人一人の中にダイヤモンドがあるよ。そのダイヤモンドっていうのは人間の尊厳だよ。こういうふうに言ってたよね。だからね、まずみんなが、人間が倫理に反しないために、良い行いをするためには、人間一人一人が持っているダイヤモンドっていうのを認める必要があるよ。お互いに認め合う必要があるんだよ。こういうふうに言っているんだね。つまりね、自分が持っているダイヤモンドと相手が持っているダイヤモンドに最高の敬意を払って、その上でなされた行動ならば、それは良い行動なんだよ。倫理に反していないんだよ。こういうふうにカントは基準を設けたんだね。反対にね、相手の持つダイヤモンドっていうのを踏みにじる行為、これはダメなんだよ。倫理に反しているんだよ。こういうふうにカントは言っているんだね。つまりね、人間っていうのは一人一人自分の欲望っていうのを持っているよね。その欲望を満足させるために相手を踏みにじる行為、相手を内側にダイヤモンドを持っている存在とは捉えないで、単なる道具として自分の欲望を満足させるためだけに利用する行為、それはダメな行為なんですよ。倫理に反しているんですよ。こういうふうにカントは言っているんです。つまりね、自分が持っているダイヤモンドと相手が持っているダイヤモンドに敬意を払っているかどうか、それが倫理の基準、善悪の基準になるんですよ。こういうふうにカントは言っているんです。つまりね、この考え方を発展させていけば、みんな一人一人が自分の人生をどうやって生きていけばいいか、これが分かってくるんだね。つまりね、一人一人にはダイヤモンドが埋まっているでしょ？人間の尊厳っていうものが埋まっているよね。だからね、一人一人には価値があるんだから、自分の人生っていうのは自分自身のものなんだね。自分自身で切り開いて、自分自身で作っていくことが許されている。反対にね、ダイヤモンドを持つ存在である人間は他人に支配される、こういうことは許されていないんだね。このことはね、二つの意味を持っているんだね。まず一つ目は、ある人は他人の人生を操作してはならない。他人の人生っていうのを自分のものとして扱ってはいけないんだね。そして自分自身も他人にそれを許してはならない。自分も自分自身の中にあるダイヤを大切にしなければならない。こういうことなんだね。このことについては以前紹介した動画、こちら、吉野博士の岩が、この詩の中で述べられている考え方なんだね。一人一人の人間っていうのは周りのものに流されてはいけないんだよって。それはまるで川の流れに流されることがない岩のように。反対にね、周りの流れに流されちゃう人っていうのは卑屈な生き方をしているんだよ。自分の中にあるもの、人生っていうのは周りのものに左右されちゃダメなんだよ。こういった考え方がこの詩の中で解説されています。ここでのカントの言葉っていうのはこの吉野博士の詩とつながる部分があるんだね。この岩がの詩についてもっと知りたいっていう人は下の説明欄にリンクを貼っていますので、また後で見てください。でね、ここまでの説明でみんなだんだん分かってきたかな。一人一人の中にあるダイヤモンドっていうのがどういう存在で、私たちはそれをどういうふうに扱っていったらいいのか。
まずね、私たちは他の人が持っているダイヤモンドを破壊してはいけないんだね。その人の人間の尊厳っていうのを汚してはならない。それと同じように、自分自身が持っているダイヤモンドっていうものを大切にしていかなければならない。自分の内側にあるダイヤモンドなんだから、自分のものだよ。それをどう扱ったっていいんだよ。それは自分のものなんだから。こういうふうな考え方をカントは否定するんだね。つまり自分が持っている自分の内側にあるダイヤモンドについてもちゃんと尊敬の念を持って接しなければならない。それを破壊することは許されていない。こういうふうにカントは言っているんだね。そういったね、自分の意思でどうこうできるものよりさらに上の存在、それが一人一人の中に埋まっているんだよ。こういうふうにカントは言っているんです。で、このカントの話っていうのと最初に言っていたパンドラの箱の話っていうのを作者は重ねてみたくなるんですよ。こういうふうに言っています。つまりね、その二つの間には共通点があるんじゃないか、こういうことなんだね。そしてこういった結論にたどり着きます。人間一人一人が持っているダイヤモンドこそが人間にとっての希望じゃないか。パンドラの箱の中の希望っていうのは最後まで残っていたよね。不幸は世の中に飛び立っていったけど、まだ希望っていうのはずっと残り続けていたよね。それと同じように、人間の持つダイヤモンドっていうのはいつまでも人間の底にあるもの、飛び立つことがない、消え去ることがないもの、人間にとって最後まで残っているものじゃないか。だからこの人間の持つダイヤモンドこそ、人間の尊厳こそが人間にとっての希望ではないだろうか。こういうふうに作者は考えているんです。でね、先ほどカントは人間の倫理について、人間がしていいこと、悪いこと、その基準について話したときに、他の人の持つダイヤモンドを破壊してはいけないんですよ。人間の持つ尊厳っていうのを汚してはいけないんですよ。こういう話をしていたよね。でもね、で、さらにそこから作者は考えたんです。そもそも人間が持っているダイヤモンド、それを破壊すること、これはできないことなんじゃないかって。つまりね、人間っていうのはこの世の中のものから体を傷つけられたり心をズタズタにされる、そんなことはあるんだけど、それはただ単にそういったものに破壊されているのはあくまで人間の体とか生命であって、人間が持つ尊厳そのものであるダイヤモンドは破壊できていないんじゃないか、こういうふうに作者は考えているんです。もしね、例えばある人が度重なる攻撃とか支配によってね、その人が持つダイヤモンドの輝きっていうのが失われてしまったように見えたとしても、ダイヤモンドそのものはなくなっていない。例えるなら、その人のダイヤモンドっていうのはただ単に一時の眠りに落ちただけに過ぎない。なのでね、そのダイヤモンドっていうのはいつか輝きを取り戻す日がやってくる、目覚める日がやってくる、こういうふうに作者は考えているんだね。でね、そういうふうに考えたときに、このダイヤモンドっていうのは人間にとっての希望になるんじゃないかって。だってね、私たちの人生の中で苦しいこととか辛いこととかたくさんあるわけでしょ。で、そういうふうな過酷な状況になったときに、自分の内側に持っている大事なもの、ダイヤモンドが破壊されてしまった、なくなってしまった、こういうふうに考えちゃったらね、そこに希望はないでしょ。でもね、それをどんな辛いことがあっても、まだ私の中にダイヤモンドがある、こういうふうに考えることによって人は希望を持ち続けることができるんじゃないか、こういうふうに作者は考えているんだね。だからね、人間は自分が持つダイヤモンドを信じることによって、どれだけ傷ついた状態からも立ち上がる勇気、それが湧いてくるんじゃないか、こういうふうに作者は考えて、今回の文章、ダイヤモンドと希望、この文章を書いたんだね。どうですか？今回の文章、わかりましたか？哲学の話でちょっと難しかったとこがあると思うけど、もう一回この文章を読んで、今回のお話に対する理解を深めていってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。